参議院議院長の三藤亜彦です我が国へ来訪された閣下とお会いし二人で両国の友好と世界の平和を語り合ったのはもう2年ほど前でございましょうか今は状況が一変して胸の痛む思いでいっぱいです。 ウクライナでは罪のない人々が苦しみ子どもたちをさえ標的にする蛮行を目にし激しい憤りを感じてやみませんそうした中閣下が先頭に立ちまた帰国の人々が命をも顧みず 祖国のために戦っている姿を拝見してその勇気に感動しております日本国民もこのようなロシアの暴挙は絶対に許せないとウクライナへのサポートそして支援の輪が着実に広がっております 我が国とウクライナは常に心は一つにあります一日も早く被告の平和と安定を取り戻すため私たち国会議員も全力を尽くしてまいりますゼレンスキー閣下そして親愛なる 日本の国会議員の皆様、共に頑張ってまいりましょう。 これにて、ゼレンスキー、ウクライナ大統領による演説は終了。